第741回6月11日土曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ヘブライ人への手紙2章18節。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。私たちの信仰生活には試練があります。自分のこと、家族のこと、会社や学校のこと、地域や世界の出来事などで信仰が試されます。サタンはいつも神を疑わせ、信仰から引き離そうとします。しかし試練を恐れる必要は全くありません。イエスはあらゆる試練を受けた方として私たちを助けることがおできになります。イエスが死んでよみがえり、今も私たち一人一人を力強く導き、試練を克服させてくださいます。ヨハネの手紙1、5章4節5節。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。試練を恐れることなくイエスに従いましょう。共に祈りましょう。今週の祈り。1、キリストの証人として歩むことができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。あらゆる試練に打ち勝つ信仰を与えてくださっている神様、今日もあなたが共にいてくださり、試練に打ち勝つ歩みをさせてくださる豊かな恵みを感謝をいたします。神様、どうぞ一人一人に襲ってくる試練に打ち勝つ信仰がしっかりと一人一人に与えられますように。コロナで傷ついておられる方たくさんいます。あなたがその傷を癒してください。戦争が起こっております。一刻も早くこの戦争が終わりますように。あなたにある平和が与えられますように。愛し合い支え合う社会が作られますように。いつでもどこでも共にいてくださり、慰めてくださる私たちの愛する救い主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。